こんにちは、ぴょんです。石川県の加賀市山城温泉にある荒谷東東庵さんに宿泊しました。創業800年、18代続く格式高い老舗温泉旅館です。客室数は全部で18室、そのうちの9室に源泉かけ流しの温泉がついています。チェックインは14時、チェックアウトは11時。このお宿のすごいところは、館内へ一歩足を踏み入れると、あまりにも数多くの美術品、しかもどれも有形文化財級のものではないかと思われるものばかりが置かれています。今回は冬の季節、カニを楽しみにやってまいりました。到着してそのままロビーへ案内され、少しするとコーヒーが出てきました。何百万円、何千万円という価格で取引される作品も多い北王子魯山人さんの器などがたくさん飾ってあります。チェックインの手続きはロビーではなくお部屋で行われます。4種類あるお部屋タイプのうち、今回は半露天風呂付き和洋室に宿泊しました。料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお食事の内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。10畳の本間と10畳の寝室、二間続きのお部屋です。露地テラスがついていて抜け感があります。お部屋に着くと中井さんが初霜という台の練り切りとお嘘を出してくださいました。イサムの口の明かり、インテリアはモダンなエッセンスが伝統的な作りの中に差し込まれています。椅子に座ってぼーっとするのもいいですね。本間の角にはお茶セットとお茶受けの金壺が用意されています。本間と寝室の間は仕切ることもつなげておくこともできます。つなげておくと20畳もあり、とても広いのですが、エアコンは2基あるのでしっかりと暖房が効きました。ベッドはシングルサイズが2台、調べると CD ベッドというもののようで、ローベッドだからかかなり固めの寝心地に感じました。窓際に机と椅子が配置されています。その机の横には冷蔵庫があります。魔法瓶に入ったお水は無料ですが、冷蔵庫の中身は珍しく、お水も含め全てが有料です。客室内の廊下にクローゼットがあり、浴衣が用意されています。夕食後に同じ浴衣がもう1着本間に置かれていました。それではお風呂場を見てみましょう。洗面所はコンパクトにまとまっています。歯ブラシ、ヘアブラシ、シャワーキャップ、コットン、綿棒、カミソリなどのアメニティ、基礎化粧品はポーラの化粧水乳液と日本酒の福光屋の化粧水乳液、男性用にポール・スチュアートのヘアアイテムなどが置いてありました。バスタオルは4枚、ドライヤーはパナソニックです。シャンプー類も一通り揃っていますが、メイク落としはフロントの方にお聞きしてもご用意がないと言われましたので、ご宿泊の際にはご注意ください。毎日約8万リットル湧き出ているという豊富な湯量を誇るこちらのお宿は、客室の温泉もすべて源泉かけ流しです。泉質はナトリウムカルシウム硫酸塩塩化物泉、弱アルカリ性の低調性です。2つの浴槽を流れていく温泉はおのずと厚めとぬるめになります。源泉は66度ほどで、もちろんお水の蛇口もついていました。半露天風呂で眺望があるわけでもありませんが、この壺庭のおかげで想像以上に開放感があり、客室の温泉はとても満足できました。この後は美術館のような館内と大浴場をご紹介いたします。3階には作品展示室があります。こちらは上野則夫さんという方の絵です。作品展示室は離れのような別室になっており、一旦お外を通ってお部屋に着きます。北
北大路魯山人は明治から昭和を生きた日本の名高い芸術家で、画家、陶芸家、書道家、料理家、美食家などの様々な顔を持っていました。大正初期、まだ30代の無名だった魯山人は、この山城の地にある九谷焼の名窯津田製菓の下で修行しています。当時の荒谷館主15代源右衛門さんは魯山人とも交流があったため、このお宿には今でも当時の作品が数多く残されています。館内にはエレベーターもありますが、歴史を感じる階段の雰囲気もいいです。壁にはマヤマックスさんのアート。1階に3つの大浴場があります。北陸の名湯、山城温泉の中心、湯の川に佇む荒谷東湯庵は、前田家歴代藩主入湯の宿として、湯番頭の命を受けて以来、18代の歴史を数える老舗宿です。基礎化粧品や消耗品のアメニティ類と、ドライヤー、バスタオルなどが用意されていますので、手ぶらで来られます。洗い場が5つ。3カ所ある大浴場は男女の入れ替えが1日の間に必ずあります。瑠璃光は内湯と露天風呂が1つずつ。源泉閣は壁や柱にアートがあります。瑠璃光と同じように源泉閣にも内湯と露天風呂があります。モダンなオブジェが映えます。は他の2つの浴場と趣向が異なり、源泉そのものを五感で楽しむというコンセプトになっています。照明はあえて暗めで、石鹸類は置いてありません。お風呂上がりには湯上がりどころにキンキンに冷えたビールやスパークリングワイン、コントレックスが置いてあります。みかんもご自由にどうぞ。14時にチェックインさせていただけるおかげで、夜ご飯のお時間までだいぶゆとりがあります。江戸時代の温泉場は共同浴場を中心として町が作られていました。共同浴場の周りに温泉宿が立ち並び、湯治客は共同浴場に通ったり、時には自然の中を散策しながら長湯流していたのです。この共同浴場が総湯です。そして総湯を中心とした周囲の町並みを湯の川といい、北陸特有の呼び方となっています。荒谷東湯庵さんの目の前にある湖総湯、この湖総湯の周辺に名所や見どころが多く、散策にも最適です。近隣の見どころを簡単にご紹介いたします。魯山人居居跡いろは草庵。明治初期に建てられた木造瓦葺き2階建ての建物は一般公開されています。旗織の神、雨の葉槌尾の神を祀る服部神社。社名の服部の語源は羽鳥、旗織の意と伝えられています。夜にライトアップされるこちらの神社は、美しい景観と神聖で幻想的な雰囲気が合わさり、最近特に人気のスポットです。町の石灯籠には一つ一つ山城にちなんだ絵が九谷焼風の図案で描いてあります。夜の湖総湯もまた綺麗、ノスタルジックな雰囲気です。あいうえお五十音図の創始者明覚上人が初代住職の薬王院温泉寺。1093年に当時最高レベルの知識人であった明覚上人が書いた
半音作法の中に現存する最古の五十音図が表されています。夜ご飯はお食事処の個室にていただきます。サービスの一献、石川県の菊姫濁り酒。先付けは香箱ガニです。ズワイガニのメスのことを石川県と富山県では香箱ガニと呼ばれる傾向があります。メスは資源保護のため漁期が短く、11月6日から12月29日までです。次にやってきたのはハッスン。このハッスンがとっても美味しかったです。一つずつご説明いたします。タラの昆布締めのタラコ和え、渦巻きの蓋の中はナメコとナマコのおろし和え、サバの棒寿司、あん肝のしぐれに大和芋のたたき、クモコと金時草、2名分が盛られているので、おのおの自分の分の小鉢を持ってきていただきます。お椀はカニ身長、松の葉っぱの形に切られたゆずと手前に見えるのはアワビ茸です。豪華なお刺身が来ました。甘エビは魯山人が愛したと言われる食べ方で、西京味噌につけてあります。右の白身魚はクエ、左は寒ブリ、そして楽しみにしていた橋立港のズワイガニです。こちらのお宿にはカニの季節に4段階お食事のランクが用意されていますが、今回はタグ付きズワイガニを贅沢に味わうという最上級のコースでお願いしました。ブリのために辛味大根が添えてあるのがいいですね。能登の天然塩は甘みと旨味があって美味しかったです。この最上級のコースでは大きなズワイガニが1人1杯ずつ用意されています。お次は焼きガニです。炭火で焼いた香ばしさと火を通した身の甘みを感じられました。ズワイガニは地域により松葉ガニや越前ガニと呼ばれ、石川県では加賀の加に能登の能で加能ガニの名で親しまれています。この温かいお味噌は熱燗と合うのですよね。カニ味噌のために一口サイズのご飯を持ってきてくださいました。そしてゆでガニです。ズワイガニ漁は遠くまで船を出し海に何泊かすることもありますが、橋立港で水揚げされるズワイガニは日帰りの漁で鮮度が抜群です。こちらのお宿ではご主人が自ら市場に出向き、橋立港のタグ付きの中でも最高のものを仕入れられています。お食事前の煮物はごま豆腐とカブと小松菜の炊き合わせです。上から鴨の肉味噌がかかっています。締めのお食事です。カニ雑炊。ズワイガニが大好きなのでこの日を本当に楽しみにしていました。デザートは抹茶のアイスにブランマンジェと奥に熟しといちご、黒豆が散らしてあり上からレモンのゼリーがかかっています。朝ごはんも同じ個室にていただきます。場所はお食事どころかお部屋でかのパターンがあるようですが、希望はお受けされていないようです。私はお部屋食ではなくお食事どころでいただく方がいいなと思っていたので、朝晩ともにお食事どころでほっとしました。選択肢は特に言われなかったので和食のみだと思います。事前にこちらを調べていた際に朝食のお写真を見て、なんてセンスのいい朝ごはんなのだろうと期待していました。厚揚げ豆腐とねじりこんにゃく、水菜とお出汁の染みた大根の炊き合わせ、ほうれん草としめじのおひたし、名物の温泉卵は玄関にある源泉で作られています。66度の源泉に6時間ほど漬けておくと程よい硬さの半熟になるそうです。漬けになったブリのとろろがけ、天日干しのしらすとおろし、焼き物はタラの幽庵焼き、
石川県の郷土料理南波味噌が添えられています。唐辛子が入っているピリリと辛いお味噌です。蓋付きの器の中にはお豆腐の湯葉あんかけ、自家製の香の物、お出汁の効いた端正なおかずはどれも味わいが優しく、白米との相性も抜群でした。デザートは地元加賀にある平松牧場さんのヨーグルトです。食後のお飲み物はコーヒーとお紅茶から選べました。昨晩はお酒などがあったロビーには朝になるとコーヒーが用意されています。朝ごはんの後にチェックアウトまでの時間でのんびりコーヒーをいただけました。この後はアクセスをご案内いたします。あらやとうとうあんさんは石川県の南西部、福井県との県境である加賀市に位置しています。 JR 加賀温泉駅から車で12分、小松空港からは車で30分、国内線は4路線の乗り入れがあり、札幌と福岡からは1時間35分、那覇からは2時間5分、羽田からはたったの1時間で到着できます。羽田と那覇からは JAL の直行便、札幌と福岡からは ANA の直行便が就航しています。 JAL 便はいずれも日本国内の主力機材であるボーイング 737-800 です。737機は一瞬で見分けがつきますので豆知識としてご紹介いたしますね。まず165席ほどなので大きさが小型、エンジンの数は2つで完全な円形ではなく大福のようなやや潰れた形、垂直尾翼の付け根にはドーサルフィンというヒレがついているため角度がなだらか。ちなみに非常口が2つならダッシュ800、1つならダッシュ700です。当たり座席はズバリ 15-A。 羽田発の場合は左側に富士山が見えるので A 席がおすすめです。15列だけ座席が広いのでお二人なら 15-AC、 3名なら 15-HJK を狙うといいと思います。先述の通り小松空港からは車で30分と近いですが、チェックインまでだいぶ時間がありましたのでバスと電車で向かいました。小松空港から小松駅まではシャトルバスで10分弱、280円です。小松駅から加賀温泉駅までは特急に乗ると片道8分で1730円、普通列車に乗ると24分で240円です。時間があるので景色を眺めながら普通列車で行きました。あらやとうとうあんさんのすぐご近所にあるベニヤ向かゆうさんには2度宿泊したことがありますので行き方もだいぶ慣れました。普通列車でもあっという間に加賀温泉駅へ到着です。加賀温泉駅から山代温泉までは車で10分ほど、タクシーの運転手さんが優しかったです。ちなみに袋では金沢駅から東京駅まで北陸新幹線のグランクラスに乗りました。この動画の最後にある終了画面リンクにその時の動画を貼っておきます。チェックイン前にお昼ご飯へお宿と徒歩5分の距離にある亀寿司さんへ伺いました。アットホームな雰囲気と北陸らしい食材のお寿司をいただけるのが魅力のお店です。さて料金の発表に参りましょう。この動画がご参考になりましたらいいねや SNS などでご紹介していただけますと嬉しいです。チャンネル登録もお願いいたします。今回は北陸を代表する老舗旅館あらやとうとうあんさんをご紹介いたしました。源泉かけ流しの半露天風呂、10畳の本間と10畳の寝室が二間続きになったお部屋、橋立港で上がったタグ付きのズワイガニを一人一杯ずつ使った最上級コースの夕食と純和風の落ち着く朝食で1泊2食付き、大人2名1部屋の合計金額はおいくらでしょうか。正解は16万円でした。
温泉がなしのお部屋で、お料理もズワイガニのコースでなければ、最安値で1部屋2名2食付き9万2000円から宿泊が可能です。コメント欄でご感想もお待ちしております。最後までご覧いただきましてありがとうございました。